皆さんこんにちは、ニューハーフ YouTuber のヒカリンです。今回のテーマは LGBTQQIAAPPO2S。 はい、 LGBT とか LGBTQ とかは聞いたことあるけど、この暗号みたいな英数字の羅列は何なの？プリペイドカードとかクーポンのコードなの？って思っちゃいますよね。私もそう思います。もちろんこの英数字の羅列にはちゃんと意味があります。今回はこの意味を解説していこうと思います。このチャンネルは私に関連性の高い話題や私が興味を持って調べたテーマなどを勉強して発表する動画などを投稿しています。皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。さて、以前の私の動画内でも何回か出てきているセクマイ用語なんですが、正直言ってこんなの覚える必要ないと個人的には思っていますが、なぜこうなったのかという経緯や、この英数字の羅列の意味を一つずつ解説しようかと思います。まず、なぜセクマイを表す言葉がこんなにも長くなってきたのかなんですけど、以前の動画、LGBT の歴史でも話しましたが、そもそもセクマイのそれぞれのコミュニティは別々に活動していたのですが、HIV エイズ問題の解決のためにより大きな声が必要だということで、各コミュニティが団結連帯していくようになったのが始まりなんですね。それぞれ各コミュニティの英語の頭文字を取っており、最初は LGB から始まり LGBT、LGBTQ、LGBTQ プラスなど、世間のセクマイに対する理解が進むにつれて、セクマイの中でもより少数派のコミュニティも加えた用語にしていこうみたいな感じで、あれもこれもとだんだん増えていったというのが経緯です。それでは一つずつざっくりと解説していこうと思います。 L はレズビアン、女性同性愛者のことですね。 G はゲイ、男性同性愛者のことです。 B はバイセクシュアル、両性愛といって男性も女性も好きになる人のことですね。 T はトランスジェンダー、自分の性自認とは違う性別の体で生まれてしまった人のことです。ここまでは以前の動画でも何度も解説してきましたので、知ってるよって人も多いと思います。ここからは本番ですね。一つ目の Q はクエスチョニング、自分の性自認が決まってない人や決めたくない人、または性自認に悩んでる人のことです。以前の動画、男と女だけじゃない性自認と身体的性で解説した X ジェンダーの中の一部の人がここになりますね。二つ目の Q はクイア、クイアとは奇妙なとか風変わりなという意味で、もともとはセクマイの人たちを蔑視した差別用語だったのですが、あえてクイアと使うことで注目を集めようとした人たちのことですね。クイアは結構いろんなコミュニティのセクシュアリティの人が名乗ることも多いです。特にどんなセクシュアリティがクイアとかは特定していないと思います。続いて I はインターセックス、これは一つ前のセクマイスタディーズ DSDs についてで解説していますが、一般的な男性や女性の体の構造の固定概念と異なった体で生まれた人のことです。現在はインターセックスは使うのを控えられている用語で DSDs と呼ばれています。体のセクシュアリティに関する用語は愛のみで、以前からもセクマイの用語に組み込むのは疑問視されていましたし、そもそも DSDs の人たちの大多数は自分たちをセクマイのうちにだとは思っていないです。一つ目の A はアセクシャル、無性愛といって他人に恋愛感情や性的欲求を抱かない人のことです。性愛的に人を好きにならないだけで、家族愛や友情は大切にします。二つ目の A はアライ、アライは、まあ、英語ではアライアンスって言って、直訳すると仲間とか同盟とかいう意味なんですけども、自分のセクシュアリティには関係なく相手の性的嗜好とか性自認とかを尊重しますよっていう人たちのことですね。まあなんだろうな、私はセクマイの味方ですっていうことを表明するための言葉って感じですかね。さて、ここからさらにややこしいゾーンに入っていきますよ。一つ目の P はパンセクシュアル、全性愛といって人を好きになるのに性別を見ていない人のことです。私自身パンセクシュアルですので少し詳しく解説しますね。パンセクシュアルは男性とか女性とかそれ以外とか、そんなのは二の次で、
とにかく人間として惹かれるかどうかで好き嫌いを決めます。これは別に外見じゃなく中身で決めるとか、そういうかっこいいこと言ってるんじゃなくて、かっこいい。かっこいいかどうか別として、外見がどうでもいいとか、そういうんじゃなくて、その人の見た目も含めた全体の雰囲気というか、まあ、言葉にするとちょっと難しいんですけど、まあ、あと、どっちに偏るかっていうのもありますね。私は女子っぽい見た目だけど、男子っぽい性格の人とか好きですし、でもゴリゴリに男子でワイルドな人も好きだったり、ゴスロリが似合う可愛い女子も好きだし、自分でも好きになる基準がわけわからないこともありますね。二つ目の P は、ポリアモリー、多数愛とか言われている人のことで、複数の相手を同時に好きになったり、関係を持ったりしたりする人のことです。これ、性的嗜好というか、まあ、恋愛スタイルみたいな感じですが、あの人も好き、でもこの人も好きだから、まあ、しょうがないよね、みたいに割り切ってる人だから、まあ、性的嗜好の矢印をこう複数持ってる人みたいな感じでしょうか。まあ、セクマイの一員に入っているのは少し違和感を感じるところではあります。O は、オムニセクシュアル。こちらも日本語で言うと、全性愛ってことになっちゃうんですけど、パンセクシュアルとどう違うのってことが疑問点になってくると思います。私の見解で解説させてもらうと、パンセクシュアルは性別を見ていない。オムニセクシュアルは性別を見ているというのが一番の違いかなと思います。バイセクシュアルの人もそうですが、男性も女性も好きになるけど、それぞれ男性の好きなタイプ、女性の好きなタイプがあると思います。オムニセクシュアルはバイセクシュアルからさらに好きになる性の幅を広げたセクシュアリティだと言えばわかりやすいかなと思います。しかし、似たようなセクシュアリティを複数やるなら、もっと他に組み込むべきセクシュアリティがあると思いますけどね。さて、いよいよ最後は 2S。なぜか最後は2文字。2S は2 Speed。2 Speed は一部の先住民族の北米人が文化において伝統的な第3の儀式的及び社会的役割を果たしているコミュニティの先住民を表すために使用するとウィキペディアに書いてありました。まあ要は伝統行事の際に男性役をしたり女性役をしたりする人が必要で、そういう役目の人が生まれながらに2つの心を持っているみたいな感じですかね。日本の歌舞伎の女形に近い存在なのかなって思います。それをさらに民族文化に密接したら 2S ってことになってくるんでしょうかね。なんとなく私のイメージですけど。でも 2 Speed なら頭文字は T でよかったんじゃないかと思うのは私だけでしょうか。どうせね、 Q も A も2つあるわけだし、なんでこれだけ2文字使うのか意味不明ですね。はい、いかがでしたか。 LGBTQQIAAPPO2S。 なるほど、わからんみたいになりますよね。私も以前から思ってますが、こんなんどこまで行ってもそれ以外のセクシュアリティがありますし、細分化することは必要ですけど、それを用語として頭文字を羅列して定着させるのは無理があるし、こんなんセクマイでいいやんって思います。間違えてセクマイじゃないの入れたり、セクマイなのか怪しいの入れたりしてますし、私は痛いです。違う、そうじゃないと。私の好きなアーティストのビーズのブラザーフッドっていう曲の歌詞が、私の言いたいことを大体書いてくださっています。特に C メロかな、最後のサビの前のところね。気になった方は調べてみてくださいね。はい、今回の動画はここまでです。この動画が気に入ってくれた方は、ぜひ高評価をよろしくお願いします。それではまた、ヒカリンでした。バイバーイ。